歴史的な一日に働き方が一変した会社もありました。大手商社の伊藤忠、本社の大会議室を今朝急遽パブリックビューイング会場に。通常2500人が働く本社でおよそ500人が感染しました。仕事そっちのけ？と思いきや、今日平日で、まあ、見れないな、残念だなって思いながら会社に来たら貼り紙が貼ってあって、まあ、今日もその勤務時間に入るということで、まあ、とりあえずびっくりして。感染は勤務の扱いにしたのです。その理由について会長は、こういう場を設定しなくてもね、おそらくみんなね、パソコンとかスマホで見てると思うんですよね。それだったらやっぱりしかこうけじめをつけてね、みんなで応援しようということにした方がいいじゃないかということですよね。ニュースディグ